でしょう。このボールだけだからボールはもう少し行くぞでもリフト使わなかった分すごく達成感もあるでしょ。自信にはなるよね。ここまで登ってきたぞっていうのはね、なんか酸素が欲しくなる。これなんだろう、やっぱりマスクして歩いちゃダメだよガッサン登山はマスクしてだからさ。よしね、マスクしたらちょっとね息がしづらい本当に。よし、あともう少し行くぞ。そうだね、鳥海山もすぐ止まりなんだね。すごいね。去年だって登った時ってさ、雲すごかったじゃん、曇りで。ね、今日はね、雲海も綺麗に見えるからね。こっち行ってみる。ここからもね、いい景色が庄内平野、あ、見えるね、庄内平野ね、すごいね、景色ね、最高だよ。すごく体が軽く感じた。重いもんこのリュックよくこれ担いでさ登ってきたよ。ここどこに、どこで休憩しようかな。よし、こっちにする。そうだね、とりあえずリュックだけ置いて三角点に向かって歩いていこう。よし、いや重かったこのリュック。ちょっとね、今から三角点まで歩いていくので、ちょっと待っててくださいね。じゃあ、行ってみようか。なんかすごく体軽く感じるんだけど。よいしょ。なんか体重5キロくらい痩せたような感覚だよ、この軽さは。本当に。すごいね、この雲の上に。
だよ。すごい綺麗だね。いや飛び込んだら大変だよ。ねえ。すごい綺麗だ。疲れがね、一気に吹き飛んだよね。俺だけ？そうやって。うん、綺麗だね。近いね、空がね。すごいね、あの道をずっとさ、登ってきたんだよ、ここまで。ねえ、そう考えるとすごいよ。庄内平野もすごく綺麗に見えますね。はい、チーズ。はい、これを。デザラさん、お菓子いらないってそんなに。1週間前のね、山形の飲み会の時、なんかそんなに肉入ってなかったからさ、ね、もうあと出来上がりだね。すごくいい匂いする、うん、すごいね、人生初だよ、カッサン山頂で芋煮を食べるって、うん、重かったけどねえ、しょった才があるでしょ。10キロ以上あるんじゃないかな、芋かったぜ。ありがとう、すごく。あ、ちちちち、うん、大丈夫、うん、よし、じゃあ早速いただきます。芋にいただきます。これ食べてる動画はね、ちょっと撮れないけどね、ちょっと撮っててあげる。顔映さないで、うん、芋まだ硬いかな。おすすめ。あ、大丈夫かもしれない。うん、食べれる、食べれる。そんなに煮れるほどの火力。うん、うん、美味しいです。うん、そうだね、肘折方面結構いろんな方面から合算って登れるね。岐阜と見えてきたね。
帰りはね、リフトで帰ろうね。それでは今日のね、総括だね、うん、1日、うん、上ヶ岳の駐車場に車止めてきて、リフトに乗らないでこっちの方面、1時間40分コースを歩いて牛首まで行って、そのままとね、合算山頂まで行くっていうコースだったね。うん、なんとなっても結構いい感じに歩いてもね、うん、ここの三角点まで行けたしね、うん、今日は、うん、結構かかったね。3時間10分、あ、そうか、3時間10分片道。お疲れ様、帰ろう。全然違うよ。1時間40分、うん、歩かなきゃいけないんだからさ。うん、すごいね。すごいね。歩いたね。頑張ったね。頑張ったので帰りはね、リフトに乗って帰ろう。